エリザベス・バジェ選手のゆかの演技です。スペイン。ムサルト、はい、開半ひねりから前中です。ラインオーバーです。やはり振付師がついて専門にこういう振り付けをしたり、あるいはコーチが3人常時いつも、まあ、寝泊まりというか一緒に合宿生活をしながらこういう強化を行っていかないと、ここまでの選手というのはなかなか育ってこないんですね。もう今や個人のコーチが一生懸命一人の選手を育てるという時代ではないような気がしますね。こういうオリンピックに出てくる選手たちは。最後は2回半ひねりから側転で終わりました。2回半ひねりからよく前中をする選手などは見受けられるんですが、側転に持っていくというのはちょっと面白いですね、はい、これはアクロバット系のシリーズということで、3つのアクロバット要素からなるもので組み合わせて最後に終わらなくてはいけないんですが、この選手は2回半ひねりから前中というのはその前にもう組み合わせてやっていますから、同じ組み合わせはもう2回は採点の基準にはなりません。それで最後は側転という違う形で組み合わせて終わったんだと思います。ここですね。いろいろ選手も大変ですね、はい、ここでラインオーバーをしてしまいました。いい演技をしていただけにちょっと残念です。このスペインはですね、今ちょっと映ったんですが、ひげを生やしてらっしゃる男性の方がコーチで見てらっしゃって、彼は純粋なスペインの方だそうです。ロシアも中国もうちはそういうコーチはまだ入れていないよということでしたが、ここがひねりで側転の最後の部分です。まあ、ですからどんなに、まあ、難しい技あるいはいい技でも何回も繰り返してやるということはあまり意味がない、それからなるべく違うものをやりなさいというルールになっているわけですね。スペインのエリザベス・バジェ選手、今年18歳です。まあ、身長はこうして見ていますとかなり高いように見えますが、155センチ、ツリシチョワさんです。床のですけども、まあ、女子の演技は初めて見ました。先ほどのスペインのバゼの床の得点は 9.275 でした。